いやはや緑豊かな場所にやってまいりましたよ。はいはいはい。今回はですね、夏休み特別企画ということで伊万里市にやってまいりましたよ。ということで今回のテーマがですね、はい、農家民宿でほっと一息つきましょうと。ほうほうほう、よくないこれ。なるほど、もう響きがいいな。いいね、言葉だけでほっとするもん。今回の、案内にはこの方です。お願いします。伊万里市の林と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。農家民宿って何ですかね。はい、農家民宿とは、まあ、一般的なホテルや旅館とは違って、はい、まあ、夜ご飯を一緒に作ったりしてですね、うん、まあ、伊万里のお父さんお母さんと優しい人柄に触れ合って、うん、地域でしか味わえない、まあ、農作業体験だったりをすることができるのが農家民宿となっております。あ、いいですね。意外とやっぱそういう田舎の暮らしに触れるってなかなかないかもしれない、うん。あ、確かにね、うん、佐賀に住んでたとしてもね。今回農家民宿を体験させていただくのは農家民宿カブトガニの黒川さんご夫婦。こちらがまた素敵なお宅でした。めちゃくちゃ素敵ですよ、ね、え、すごくいい。もう天井高っ。天井がすげえ、体育館や。え、これお家ですか。はい、お家です。住んでます。住んでる、はい、旅館や。本当よ。梅ジュースに紅梅漬けと冬作った金柑の甘露煮です。美味しいやん。手作りの。手作り。あー、いや美味しいわ。あー、言っちゃうね。言っちゃう。なんて、うめー。おいおい、本当に出るんやな。出るよこれ。金柑、金柑の甘露煮。うわー、なん、もこの甘さがまたちょっとほっとしますね、うん、もうなんかもうすでにさ、うん、このお二人のおもてなし精神の凄さが分からん、うんうん、なんやろ、むっちゃ実家に帰ってきた感じあるわ。実家の感じあるわ。今どれぐらいやられてるんですか、農家民宿として。5年、うん、5年、5年ぐらいですね。実質農家民宿っていうのは隣の昔の私たちが住んでた時の農家民宿にして、あっち泊まれる場所は、はい、あ、宿泊はお隣になるんですね。はい、あ、ここ交流の場みたいな。交流の場でご飯を一緒に食べたり。あー、いい、はい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 、こんな感じでみんなで。そうですね、やっぱその都会とかから来るのがやっぱ多いですか。多いです。多い。今ですね、修学旅行の受け入れが多いんです。へぇー。ホタルが飛んでますので、すっごい、うん、そういうのを見てもう触ってこうやって見て感激。そっか、やっぱ都会の子たちはなかなか見る機会ないから。機会ないですから、ね、実際活動してるこういう民宿をやってる、はい、農家民宿やってるのが15、6軒あるんですけど。そんなに結構あるんですね。それぞれの家で体験できるメニューが違うんです。だから魚釣りができたり、カヌーができたり、草木染めがやってあれだり、蕎麦打ち体験ができたりとか、いろんな、うん、農家によって得意分野が違うんで、当然農作業とか当たり前ですけど、はい、今日僕らもその農家民宿の中の、はい、体験を少しやらせてもらえたらできますか。ちょっと待って、かわいいんだけど。あ、おったおった。あ、かわいい。かわいい。たまらん。うわ、めっちゃおしっこしてるやん。ホストみたいな。ホストヤギだ。かわいい。かっこいい。すごい。ヤギさんは何のためにこう飼育されてるの。子供たち の、 あの体験、食の動物の触れ合いとかね、だからヤギに餌あげたりとか触れ合ってもらうのに飼ってる。すごいじゃない。いいね、確かに可愛いね。ナス立派よ。ナスが適当になってます。めちゃめちゃ立派じゃないですか。ナス一方おる。ナス15歳でかっ。でかっ。あー、はいはい。うわー、これもあるナス。はい、うわ見てよ。うわすごい大きい。やっぱりナスもいろんな長ナスがあったり、あの丸ナスがあったり、いろんな種類があるんで、そういう種類があるよっていうのもね、子供たちは勉強になる。確かにナスだけあの料理したもの食べてたら分かんないですからね。そうそうそう。めっちゃ楽しい。人生で初めてよ、ヤギのお散歩。その思った何倍も楽しい。楽しいよね。草を食べてる姿を見るのめっちゃ愛おしい。
いいね、そのお野菜とってさ、そのちょっとこうお腹すくじゃん、はいはいはい、こうやって散歩とかして、で今からさっきとったお野菜をこう食べるわけですよね、はい、そうそうそう、こんな幸せあっていいの。ずっとだから自然と触れ合って、そうですね、へえ、ここからが農家民宿の一番の楽しみ、地元の郷土料理をみんなで一緒に作っていきます。茂美さんのおすすめはこの押し寿司、伊万里の郷土料理なんです。あー、いった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 、あー、これは気持ちいいぞ、うわー、むちゃくちゃ気持ちいいぞ、お、はいはいはい、あ、そうそう、で、そしてそれをそっと取る、おお、いいんじゃない、お互いいいよ、いいやいいや、お、さっきのナスですね、自家製の味噌を使った田楽、美味しそう。こうやってみんなで楽しく作りながら伝統を学べるのも農家民宿の魅力の一つですよね。ということでお料理が完成しました。ちょっとちょっと、大ごちそうや、これほとんどがもうお家で採れたやつですよね。そうです、はい、伝統的なね、あのものも食べれてさ、そう、ね、郷土料理も楽しめるという、ちょっと初めての伊万里の郷土料理、おし寿司いただきます、はい、食べてみてください、豪快に、おいしい、うまいね、うまい、おいしい、寿司飯で具を包んでる、そう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 、おい、食べてこう噛んだ時にナックルバッと具が出てきて、そう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 、めちゃくちゃうまいです、これ田楽、田楽取ってきたナス、切ったやつかな、多分こっち側、いびつ、あ、そうですね、いびつなんで、うん、めっちゃそんな言わなくていいじゃないですか。みんな揃ってとろってくでしょ。なんちゅううまさだよ、柔らかさ、待って、柔らかいんですよ、もうとろけてる口の中で、見るからにすげー柔らかさ、で、あと上の味噌、これもう最高、手作りの田楽味噌、田楽味噌、なんやろ、愛情感じるわ、なんか愛を感じる美味しさかも、まあ、ちょっとお二人も、ね、食べてください、食べて、うん、どうすか、おいしい。何よりいいのがこの団らんね、そうね、めちゃくだって、後ろもじオレンジやん、この背景オレンジで食べとるみたいな、自分の家かと、でこういうことですよね、林さんね、これが醍醐味ですよね、まあ、第二のふるさとになってもらいたい、ほー、いやもう本当に最高、それがやっぱり農家民宿の良さですよ ね、 ね、マジで一人でも多くの方に、いや本当に体験していただきたい、おかげさまで左岸芸人です。